先生のもっちり文法アルファ。もっちりと語る人はもっち先生こと持田哲郎。この動画は文法能力開発が制作しお届けします。はい、皆さんこんにちは。今回は英語の条件表現その2ということでお話をしていきます。今回のポイントです。命令文 and、 名詞句 and、 命令文 or、 文 or、 そして otherwise という順番でお話をしていきます。今回は主に同意接続詞を用いた条件表現についてのお話です。それでは今回もよろしくお願いいたします。さあ、まずは命令文 and からお話を始めていきます。この and というのは接続詞、とりわけ同意接続詞と呼ばれるグループの接続詞です。文をつなぐ場合は文 and 文という感じで、2つの文を対等の関係でつなぐ働きをします。今回はその文 and 文の左側、最初の文に命令文が来る場合のお話で、同意接続詞の and の前にある命令文というのは条件を表すんですね。すなわち、命令文プラス and の部分が条件説、if プラス文の if 説に対応するわけです。この時に対応する条件説、if 説の主語は you であるのが普通です。例を見てまいりましょう。Come over here and you'll be able to see better. こっちに来ればよく見えるよと。で、この文の come over here and のところが if 説に対応するということなんですね。If you come over here, you'll be able to see better. この If you come over here ですね。この部分が come over here and に対応していて、この2つの文がほぼ同じ意味を表すということなんです。もう一個の例文。Do that again and you'll be fired. もう一度やったらクビになるぞと。これも If you do that again, you'll be fired という言い方に対応するわけですね。Do that again and のところが If you do that again.に対応するわけです。で、これ番号振っておいたのはちょっと意味が違う、発言の意図が違うので、その話をしていきますと、この and の前の命令例文が表す状況というのは、実現を望む場合、話し手がね、実現を望んでいる場合と望んでいない場合があります。で、一番の方はこっちに来ればいいじゃない、よく見えるからっていうふうに誘ってるわけですね。実現をどちらかというと望んでいる言い方が一番の言い方。一方、もう一度やってみろ、クビにするぞ、こらっていうのが2番の方だから、2番の方は、いや、クビになっちゃうから、そういうことはしない方がいいよっていうふうに、そのザットという行為を望んでいないわけですね。それが2番の方ということになります。続いて、名詞句 and というお話をしていきます。これ、文全体が名詞句 and 文ですので、and の前後が対等の関係になってないんですね。同意接続詞の同意って本来の性質が活かされてないんです。このパターンは実は。そういう意味で例外的な構文なんですけれども、この同意接続詞 and の前にある名詞句、これが条件を表すことがあるんですね。すなわち名詞句プラス and の部分が条件説 if プラス文 if 説に対応します。ということは、名詞句が文に対応するっていうことは、意味的には何か補わないといけない。大抵この名詞句っていうのは、本来の動詞の目的語に相当するものなどが該当することが多いので、if プラス s プラス v あたりを補って考えてあげる必要があるわけなんですね。なお、このパターンは直接法でも仮定法でもどちらでも使うことができます。例文を見てまいりましょう。Another step.And I'll shoot you. もう一歩動いたら撃つぞと。これはまあ、if 説で、置き換えますと、if 説をまあ、復元いわばしますと、if you take another step, I'll shoot you. と。こんな風になります。A little more capital, and they would have succeeded. もう少し資本があったら、お金があったら、彼らはうまくいったのだろうが。これも if 説にしますと、if they had had a little more capital, they would have succeeded. と。こんな風に対応することができます。さあ、続いては命令文 or の話です。この or という語も同意接続詞で、文 or 文と
という形で文をつなぐことができます。で、これ、統一接続詞 or の前に命令文が置かれることがありまして、この命令文が条件を表すんですね。そして、この命令文プラス or の部分が条件節、if プラス文、if 節に対応します。対応する条件節の主語は、and の場合と同じように、you になるのが普通です。で、ここで注意しなければいけないのは、命令文で表す状況が実現しない場合の悲観的な状況を or の後で表すんですね。どういうことかと言いますと、Don't do that again or you'll be fired っていう文を用意しました。もうそんなことはするな。そうでなければクビになるぞっていう文なんですけれども、これ Don't do that again っていうところは、禁止の否定文の命令文ですけれども、そんなことはするなって言ってるわけですね。ってことは知ってはしないでほしいっていう望みを表してるわけなんですが、もしこれしちゃったらどうするかです。命令文で表す状況はしないでほしいわけですね。しないことが望ましい状況なんだけれども、もしやっちゃったらもう一回ザッとっていう行為をやってしまったらどうするかっていうのが後半の文です。You'll be fired. お前はクビだと。解雇しますよってことです。で、これも if 節に対応できるわけで、if you do that again, you'll be fired っていうふうになります。はい。命令文で表す状況が実現しない場合ですから、そうではない状況を表す文が if 節の中に来るわけですね。don't do that again 否定ですから、命令文が元の命令文が、if 節にするときには肯定文が入ります。if you do that again 今 do にアンダーラインつけておきましたけれども、これは don't do の逆の状況ですよ、そうではない状況ですよってことを、まあ、強調するためにアンダーラインをつけておきました。で、and を用いた場合は、命令文で表す状況を望んでいる場合と望んでいない場合があったわけなんですが、or の場合は、命令文が表す状況の実現を望んでいるのが基本です。それが、普通です。まあ、必ずと書いておきましたけれども、or を用いた場合は、or の前の命令文が表す状況というのを話し手が望んでいることを表しています。さあ、ここからは文、or ということでお話をしていくのですけれども、or も統一接続詞ですから、文、or、文って形で文と文をつなぐことができるんですね。ただ、統一接続詞 or っていうのは、文、or、文というふうに普通に文をつないだ場合であっても、その or の前の文が命令文ではなくてもですね、条件を表すことが多いんです。そうすると、文プラス or の部分が条件節、if プラス文、if 節に対応するわけです。で、この場合は、文、手前の文ですね。手前の文で表す状況が実現しない、あるいは事実でない場合の帰結を or の後で表すんです。例を挙げていきますと、they liked this house, or they wouldn't have stayed so long. 彼らはこの家が好きだった。そうでなければこんなに長くいなかっただろうと。They liked this house. これは事実ですね。彼らはこの家を気に入っていて好きだったと。で、or の後は They wouldn't have stayed so long となっています。つまり、これは好きではなかった場合ですね。実際は好きだったんだけれども、好きではなかった場合に想定される状況を帰結として表しています。ですから wouldn't have stayed。仮定法過去完了の形で表しています。if 節で言い換えますと、if they hadn't liked this house, they wouldn't have stayed so long. というふうに、if 節の中が hadn't liked というふうに、こちらも過去完了形で、仮定法過去完了で表しているわけです。さあ、最後に otherwise の話をしていきます。or を用いた文が条件文である場合に、or の代わりに otherwise を使うことができます。で、or っていうのは先ほどから申し上げている通り、統一接続詞なんですけれども、otherwise というのは品詞としては一応副詞です。一応というのはどうして一応なのかと言いますと、辞書をご覧いただきますと、多くの辞書で副詞のところにこの用法を載せてはいるんですけれども、大抵正し書きとして、接続詞的にって書いてあるんですね。なので、一応副詞なんですが、使い方としては極めて接続詞的です。で、辞書には副詞って書いてあるんですが、文法の本、
ですね、文法書、文法参考書なんかを見ていきますと、接続詞としての otherwise というふうに言ってしまっている本なんかもありますので、まあ一応副詞っていうのはそういうことなんですね。ただ、副詞っていうのが一応あるので、書き言葉で書くときには、カンマではなくて手前にセミコロンを打つのが一般的です。ですので、今、画面でご紹介している例文も、セミコロンを otherwise の前に打っています。例文見ていきましょう。I must leave early, otherwise I'll miss my train. これは直接法の場合ですね。otherwise は直接法でも仮定法でもどちらでも使うことができます。I must leave early. 早く出ないといけない。Otherwise, そうでないと、I'll miss my train. 列車に乗り遅れてしまう。で、if 節に言い換えることができるわけで、if I don't leave early, I'll miss my train. ですね。don't leave というのが if 節の中に入っています。これは直接法の場合。I had to leave early. Otherwise, I would have missed my train. 今度は、I had to leave early. これ過去の事実ですね。早く出なければならなかった。そうでなければ、そうしなかったらですね、otherwise. I would have missed my train. 列車に乗り遅れていただろうと。実際に早く出なければならなくって、早く出たんだけれども、早く出なかった場合ですね。その場合は、乗り遅れていた可能性が高いだろうと。これも if 説への言い換えが可能で、if I hadn't left early, I wouldn't have missed my train. If I hadn't left ですね。こちらは仮定法過去完了の形で if 説ができています。で、主節の方は引き続き、I would have missed という形で表されています。こんな形で今回は、主に問い接続詞、そして otherwise を使った言い方と if 説を対応付けながらお話をさせていただきました。今回はここまで。次回をお楽しみに。